ハニオンベリーのウクレレドキ。この番組は豊作プロジェクトの公演でお届けします。ハニオンベリーウクレレドキ。ハニオンベリー心にまっすぐ。ハニオンベリーコマラジ。ハニオンベリー皆さんこんにちは。ハニオンベリーのゆりです。かなです。毎週火曜日16時から17時55分まではハニオンベリーのウクレレ時、たっぷり生放送でお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、今日もメニューをご紹介しましょうか。はいはい、早速どうぞ。はい、はい、今日もゲストを迎えしてのギフトボックス、そして後半にも今日はゲストの方をお迎えしてお話を伺いたいと思っております。はい、まずでは番組へのメッセージの送り方をご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、メールでお送りいただく場合にはchoosedayatmarkkomae.fm chooseday@komae.fm、 メールタイトルには必ず番組名のウクレレドキと書いてください。はい、そしてラジオネームもお忘れなくお書きください。そして私たちハニオンベリーはフェイスブックページがありますので、フェイスブックをされている皆様はフェイスブックページからメッセンジャーでお送りいただきたいと思います。おはがきも募集しております。はい、お待ちしております。先週はね、はい、もう嬉しいことに吉澤美幸さんのポストカードの塗り絵を塗ってはがきを送っていただきました。言ってみるもんですね嬉しかったね。嬉しかったですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。というわけでおはがき絶賛募集中ですので、はい、送り先をご紹介いたします。お願いします。郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目 2-6 狛良寺スイートタイムパラダイスハニオンベリーのウクレレ時係までよろしくお願いいたします。お待ちしております。お待ちしております。今日私たち少し早めにコマラジに到着しまして、そうなんですよ。実は今日の、ね、後半のゲストさん、はい、わらあち作家の、ね、はい、土屋美穂さんをお招きするんですが、そのわらあちではなくって、うん、もっと裸足感覚 の、 あのサンダルというんですかね。そうですね、うん、マンサンダル、はい、を、作らせていただきましたそして今ラジオの前にワークショップしていただいて、そうなんです、はい、早速履いてます私たち、はい、ほぼほぼあの裸足状態ですね、うん、そうですね、はい、そんなこと想像しながら皆様聞いてみてくださいねね、選ん、はい、こうね、紐でね、こう足とこうなんていうのかな、くっつけてるような状況なんですけれども、そうなんですよ、この紐で包まれてるのがいいらしいです ね、 ね、そんなお話は17時台にゆっくりとお伺いしたいと思っております。はい、ではコマラジサポーターのことをご紹介しておきます。はい、お願いします。はい、現在コマラジでは番組サポーターを募集しています。番組サポーターになっていただきますと、サポーターのお礼というのは各番組ごとにさせていただいているのですが、はい、月会費が550円です。一口550円になっておりまして、はい、私たちウクレレ時ではウクレレ時のサポーターの皆様に Facebook 内に秘密のグループを作らせていただいてまして、はい、そちらの方で私たちの、最新の情報ですね、最新情報、はい、最新情報をお届けしております。はい、そうですね、そしてこのラジオ番組もリアルタイムで聞けない皆様にもできるだけ早くサポーターの皆様には全てをお届けするようにしております。はい、あの曲も入ってる感じね。はい、そうなんです。はい、それでこの間はね、ちょっと久しぶりにそのコマラジサポーターの皆様向けの配信もしたよね。はい、そうですね、うん、本当にレアな情報がありましたので、私たちね、はい、来年ですか、来年ですか ね、 来年ですかね、ミニアルバムを出す予定でして、うん、 そ、 でね、まあ、その、ね、内容をちょっとお話ししたんですけれどもね、はい、お話しいたしました。もうまあびっくりな企画ですけれどね。そうですね、はい、皆様楽しみにしていただきたいと思います。コマラジサポーターになっていただけたら嬉しいです。はい、嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたしま す、 いしますというわけで今日もギフトボックスのコーナーからお楽しみいただきたいと思います。しょうちゃんよろしく。ハニオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストはウクレレフリーマガジンローリングココナッツの発行人編集人でいらっしゃいます津和野千里さんです。津和野さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日ね、津野さん、はい、自転車で来てくださったんですよ。ね、なんかね、聞くところによるとこの近くにお住まいということで、はい、そうですね、はいはい、近く、ね、近くって言うんでしょうかね。この辺りを自転車で走っていらっしゃるっていう噂を私は某キャスさんからお聞きしまして某キャスさんからね。でもあの、自転車とか私はあの、うん、走ってるんですけども、はい、自転車とか走ってる人ってあのなんか距離ってちょっと変な感覚になりますよね。わかります。ちょっとの距離なんで20キロぐらいでもあちょっとその3辺みたいな感じじゃないですか。そうですね、午前中で100キロぐらい、はい、ですよね。はい、ロードバイクに乗ってると本当に距離数って不思議になるんですよ。なんか私なんてちょっとしか自転車乗らないんですけど、もうそれでも50キロまでは大丈夫とかっていう距離感覚がすごく不思議な感じになるんですが、マラソンランナーもそうですよ本当に、うん、あこっから渋谷まで12、3キロしかないんだ、ね、走っていけるね、はい、みたいな雰囲気なのでそうですね、はいはい、その津和野さんなんですけれども、はい、皆さんね本当フリーマガジンローリングココナッツはいろんなショップさんとかであのご覧になったことがあると思います。では早速ですが津和野さん簡単に自己紹介をお願いいたします。ローリンココナッツの発行人編集人をやっておりまして、もうそうですね1998年から22年間、こっそりとこっそりとじゃないです、続けてまいりました。はい、32ページのウクレレフリーマガジンなんですけども、はい、はい、そうこの機関誌ですね。そうですね、はい、年4回、はい、ちょうどこの夏号が発行になった直後なんですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。もうそんなお忙しい中津和野さんに来ていただきまして、津和野さんは大分県でお生まれになって、そうです、ね、静岡県出身と、はいはい、10歳まで佐伯っていうところで過ごしまして、はい、でそれからあの富士山のふもとの富士市、はい、あ富士市、はい、でも一番長いのは東京なんですそうですね、そうですよね、もともとコピーライターをされていらっしゃったわけですね。はい、そうですね、はい、で普通10年間広告制作会社に勤務された後にフリーランスになられて、今和野清郎さんが大好きでいらっしゃるってちょっとお伺いしておりますが。そうですね、あの清郎さんは、はい、あのずっとファンクラブに入ってるぐらい あの大ファンで、はい、まさかあの取材させていただくとか、あのシグネチャーウクレレをプロデュースさせていただくとか、はい、そういうことは全く考えてなかったんですけど、うん、幸運にもそういうお仕事が、ね、はい、でもウクレレを始められたのもやっぱり清志郎さんの影響ということになりますか。そうですね、清志郎さんがあの、はい、CD とかライブでウクレレをまあ使われてまして、それがかっこいいなと思って買って、ウクレレ教室に通い始めたんですね、はい、うん、それはもうこのローリンココナッツを発行されるよりも前ですもんね。全然前ですね。全然前ですね。まさか発行するとは思ってなかったので、はい、いや素晴らしいですよね。でもそんなご縁から清志郎さんにたどり着いちゃったわけですよね。そうですね、まあ、あのせっかく自分で発行するんでしたら、はい、あの好きな方に出ていただきたいとは思ってたの で、まあ、もちろんその清志郎さんが大好きだったので、はい、あのローリンココナッツっていうのも、はい、あのリラックス頭文字が RC になるじゃないですか。そうですよね、はい、RC サクセッションの RC、はい、RC とローリンココナッツの RC っていうのは、まあ、ちょっと引っ掛けようっていう意図も、はい、大好き度が溢れてます ね、 ううすね。なるほど、そうなんですか、はい、でもこのフリーペーパーを作ろうと思われた一番のきっかけっていうのは何でしたか。ウクレレを始められて。そうですね、まあ広告の仕事をやっていたので、はい、まあ、自分の好きなものを宣伝したいっていうことですよね、はいはい、ウクレレを宣伝したいと思ってたんですよ、でその当時は、はい、まあ、ウクレレがこう盛り上がってたんですよ、一部で、はい、ごく一部で、はい、ですがそういう、 こう出版物っていうのがなかったので、まあ、自分はそういう仕事をやってきたものですから、はい、あのここはちょっと
フリーペーパーを作ってみようかな、うん、まあ、フリーペーパーブームでもあったんですよね、その頃が。なるほど、で今あんまり残ってないですけど、はい、いろんな面白いフリーペーパーがあったので、自分もやりたいなと。そうだったんですね、はい。でもあの ね、このフリーペーパーなんですけど、拝見させて、いつもね、あの見させていただいてますけれども、情報ぎっしりですよね。そうですね、文字を文字で埋めようと思って、すごい情報量というか、本当に見応えがあるなっていつも思ってるんですけれども、ね、詰め込もうとは思ってますやっぱり、いや、その津野さんのお気持ちが現れてます。詰まってますよ本当に、ね、やっぱりなんかこう思いを込めて作ると伝わるじゃないですか、はい、伝わってくるものがあるじゃないですか、ですね、自分の仕事だけじゃなくて、はいはい、そういう風にしたいなと思ってるんですかね。本当に見応えあります。本当にですよね、はい、あの今回ね、私たちはそのキャスさん、はい、ボーキャスさん、ボーキャスさんあのキャスさんが、本当キャスさんが私たちのラジオにズームで 生でね、はい、ご出演いただいて、ええ、それをちょうどツワノさんが聞いてくださっていて、はい、っていう話をキャスさんからお聞きした時に、はい、あ、もうそんな、こんなせっかくのご縁はね、もう逃してはいけないって思ってすぐ動きました本当にね、ずうずうしく失礼いたしました。でもそういう時にフェイスブックってありがたいなと思うんです。はい、ね、お名前でね、うん、お名前が分かればすぐ検索できて、そうなんですよ、はい、本当にもうダメでもしょうがないと思ってお声をかけさせていただいたら、うんうんうん、ちょうどね、出るのでいいですよって言っていただいて、はい、なんてタイムリーなんだ、本当に嬉しかったです。近いですね、近いですしね、やっぱりこれがすごく遠かったらちょっと考えちゃったかもしれないですけど ね、 そうですよね、はい、自転車で今日はお越しいただいて、うん、ね、本当です、はい、いろいろその辺のお話もお伺いしたいのですが、はいはい、まずこの、ローリングココナッツの作られる時の工程なんかも聞いてみたいなと思うんですけど、いろいろ担当、先ほどちょっとお伺いしましたら、まずカメラマンさんはどなたかにお願いして撮っていただいてる。そうですね、はい、外注の方にカメラマンさんにお願いすることが多いんですけど、はい、まあ、最近ですね、はい、まあ、コロナの関係でデータで、写真をいただいて使わせていただくことも増えています。そうですよね、どれとは言いませんね、はい、もうこのコロナ禍でね、皆さんいろんな工夫をしていますからね、はい、本当にこう出向かなくてもいろんな情報は得られますしね、写真もやり取りできますしね、声もやり取りできますしね、そうです ね、はい、私たちもそうですからね、はい、なんならレコーディングもね、やり取りしちゃってる感じですからね、本当ですね、はい、でもいろんな方のインタビューとかがすごく多くありますけれども、はい、これはあのご依頼をされて書いていただくっていう感じなんですか？いろんな方のインタビュー、あ、これはもうインタビュー形式ですから、お話ししてそれを、そうですね、まあ、僕がインタビューさせていただいて、はい、まとめてるっていう感じですかね、その、はい、どなたに出ていただくかっていうのは、なかなかその決まるのが、はい、決めるのが大変な感じもあるんですけど、うん、これだけの本当に内容ですからね、これを全て埋めるというのは本当に大変なんじゃないかと思うんですが、ね、はい、こうやって見てても、あの私たちこの番組でね、いつもエンディングにデイジー・ドブーキさんのレレハッピーデーをかけさせていただいてるんですよ。そうなんです、はい、でそのドブーキさんも今回の号にはたくさん登場されてるなと思いながら見ていたんですが、そうですね、はい、そうですね、ドブユキさんともご親交は？ドブユキさんも古いですね、はい、いつからですかもう最近なんか長いといろいろ忘れるんですけど、わかります、その気持ちいつだったかなっていう、思い出せないぐらいですね。印象的なのは、はい、あれですね、被災地に、はい、ドブユキさんの活動を拝見しに行ったんですね、そうなんですか、宮古の方に、はい、うん、その時に、あ、すごいいい活動されてるなって思いましたね。もうお子さんが小学校の訪問とかされてまして、はい、本当に楽しまれてるんですよね。素晴らしいなと思いました。だいぶあの震災の時はこのウクレレプレイヤーの皆さん、だいぶ動きましたよね。あ、そうですね、そうですよ、
ハンサムハンジさんもね、もともとはね、ギター片手に行ってらっしゃいましたけど、それがウクレレに持ち替えて、そして気仙沼とかのね、お子さんたちにずっとウクレレをお渡しになってて、レレチャリっていうイベントもずっと続けてらっしゃってたんですよ。そうですね、そうですよね。最初に被災地に伺ったのは、関口さんの、はい、活動の時で、そうなんですか。それはもう1ヶ月後ぐらいですかね、はい、あ、そんなにすぐに、まあ、そのウクレレの楽器のサイズが本当にこうコンパクトで、どこにでも持っていけて、すぐその場で弾いて歌ってっていうものがなんですよね。だからすごくそのコミュニケーションツールとしてはものすごくいいアイテムだなっていつも話してるんですけれども、音楽をしたことがない人でも意外とすぐに、本当に簡単なね、弾き語りだったらすぐにできてしまうっていうのもね、本当ウクレレの楽しさだなと思います ね。私たちもちょっと今お休みしてるんですけれども、この番組内でウクレレのレッスンっていうのも、やってるんですよ。あ、そうなんですよ。そうなんですラジオでできるのかしらっていうのはあったんですが、ちょうどですね、この火曜日の午前中にパーソナリティをしている男の方がいらっしゃるんですけど、ウクレレ持ってるけど、やってみたいって言ってくださって、それじゃあもう私たちの番組に来てもらって、もう最初の C から、もう一本指からやって始めて、ラジオなので一応こう 何弦のみたいな、いろいろ説明しながら、まあ、リスナーの方にも分かりやすいように、やりながら、やりまして、5回ぐらいやりましたか ね。このコロナになる前に、もうでもすっかり弾けるようになっちゃって、とっても真面目な方だったんで、私たちがレッスンをする以外にお家で一生懸命練習してくださったので、もう卒業させちゃおうかなっていうぐらいだったんですけど、上手になりすぎちゃった、でもまた少し間が空いたので、またねスタジオに来ていただけるようになるので、レッスン復活させようかと思ってるところなんです。そうなんです。ラジオウクレレレッスンもちょっと面白いかなと思ってやり始めてたんですけどね。課題曲とかあるんですか？最初は簡単な曲からやったんですけど、彼は、ポルノグラフィティさんが大好きで、影帽子っていう曲を弾き語りできたらなっていうのを目標に今進んでいってるところなんです。難しそうじゃん。そうなんです。ちょっとね難しいんですけどね。難しいんですよ。そうなんですよ。でもそこに行くまでにね、できるだけ簡単な曲でちょっと練習をしたりしていました。なのでね、もうそろそろ復活しないと。そうだね、復活しましょうね、そろそろね。津和野さんはローリングココナッツをもちろん編集発行されているわけですが、それ以外にもいろいろと、合同で企画されたものっていうのが今まであったということを伺っておりますが、先ほどちょっとだけお話出てましたけれども、大好きな清志郎さんと作られたウクレレがあったんですよね。このお話伺っていいですか？まあ、これも古い話になります、もうもちろん大丈夫です、古いお話で。どんなとこからこの話がやってきたんですかね？まあ、インタビューをさせていただいている中で、まあ、僕がご提案させていただいたんだと思うんですけど、詳しくはもう覚えてないんですよね。そんな感じですか？でも最初津和野さんから清志郎さんにそういう話をされた時、清志郎さんはどんな感じでしたか？清志郎さんというか事務所さんですかね。ご本人に最初に言ったかどうかも定かじゃないんですけど、そうなんですね。でも、まあ、これちょっとあんまり言ってない話で言うと、2本出てるんですが、清志郎さんは本当は毎年作りたいとおっしゃってたんですよ、ご本人が。そうなんですか。ただまあ、そのやっぱりこういろいろあって、それが実現できなかったのは残念だなと思って、そうだったんですね。なかなかレアな話ですね。もしね、毎年清志郎モデルが出ていたら、もうファンの皆さんは揃えて買っちゃいますよね。ファン心理としてはね。そうですよ。実は私たちのウクレレ仲間でもこのウクレレを持ってる方がいらっしゃるんですよ。なので、その方から見せてもらってて、その清志郎さんモデルのウクレレがあるっていうのは知ってたんですけど、まさかね、津和野さんがそういうふうに企画段階で関わられてたっていうのは今回知りまして、本当に嬉しい仕事でしたね。そうですよね。もうファンとしたらたまらないお仕事ですよね。そうですね。これもあんまり言ってないんですけど、嬉しいな。清志郎さんのライブで
告知していただくっていうお話があったんですよ、どこだったかな、新宿だったかな、で、その時に清志郎さん告知を忘れまして、ライブ中の告知を忘れて、で終わった後にあのなんかステージから降りてこられて、客席の方を通られて、まあ、あのお客さんに握手とかしながら、僕を見つけた時に、ごめん忘れちゃったみたいなことをおっしゃって、周りの方から、あの清志郎さんとお知り合いなんですかって言ったのが、鼻が高かった。いや、それはある意味ちょっと嬉しい。ステージ上で宣伝してもらうより嬉しかったね。まあ、そうですね、そうやって言ってくださるんだなと思いましたね。すごいですね、清志郎さん素敵な方ですね。そうですね、きっとたくさんの思い出があるんではないかと思いますが、あのここでですね、まず1曲、今日ですね、ツアノさんからいただきましたリクエスト曲をかけさせていただこうと思うのですが、まず1曲目は今回のローリングココナッツの中でも特集されていますね、太田さんアメージングウクレレというアルバムを出されたんですね。そうですね、7月に出されて、そうですね、85歳で85歳ですか、素晴らしいアルバムなので、そうですね、そのアルバムの中から1曲お届けしたいと思います。ドビッシーの月の光、お届けしましたのは太田さんの演奏でドビッシーの月の光でした。素敵ですね。素敵ですね。あの太田さんが今85歳とお伺いして、ちょうどね、私の叔父もね同じぐらいの年齢なんですけど、やっぱりすごくウクレレが流行ってたくさん持っててすごく弾いてたっていう話を聞いたことがあって、やっぱりそういう時代だったんですよね。そうですね、デパートでボンボンウクレレが売れてたっていうお話を僕 あのウクレレの先生からよく伺ってましたね。こう持ってこうちょこっとこうカバンから見えてるのがちょっとこうかっこいいなっていうような感じだったんですか。そうですね、紙袋に入れてたらしいですね。それが粋だったんじゃないよく知らないです。ちょっとモテポイントだったんですかね。そうなんですか。まあ、でもウクレレは本当にこうなんか波がありますよね。こうどのくらいのなんていうんですかね、スタイルで周期じゃないですけど、どのくらいのスパンでこう来てるのかなっていうのはありますけど、グーの時代が長かったんですよね。だからその流行りの後にエレキブームで全然売れなくなって、アコギブームだったりね、そうですね、バンドブームとかそうですよね。そこからまあ何十年か経って、まあ、90年代前半ぐらいから、ちょこちょこ盛り上がってきて、でローリングココナッツも98年に創刊させていただいて、なるほどっていう、そうですね、でもローリングココナッツが創刊されてからというのは、もうやはりコンスタントにウクレレファンはどん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 増えてきてる感じがしませんか。どんどんですかね。例えばその頃に僕が出会った方っていうのがジェイクさんとか辻彩乃さんがまだ売れてないというか、そのねブレイクはしてない時だったんですよね。そうなんですね。でもその方たちが活動されていたり、メーカーさんのその例えば日本ではキワヤさんがずっと続けてこられたりっていう、なんていうんですかね、まあ、みんなでこう盛り上げていったっていうところが、そうですね、すごいなと。じゃあその歴史とともにこのローリングココナッツも、ね、そうですね、あるってことですよね。まあ、そうですね、はい。まあ、でも大きなイベントも、まあね、このコロナの影響で少ないんですが、いろんな大きいイベントにもやっぱりこの冊子は置いていらっしゃったかと思うんですけれども、そういうところ、そういう時の反響みたいなものは何かありましたか。なんかこうイベントにはあんまり置いてないんですかね。そうなんですか。まあ、決まったお店さんとかのウクレレ教室さんでもだいぶなくなっているので、そうなんですか。ピンポイントでそのイベントに置かせていただくっていうのはあんまりない。そうだったんですね。ちょうどね、最後見開いたところにはその配本リストがあって、どこで扱ってますよっていうのが載ってますけれどもね。でも
欲しいっていうのを各地から、あのご要望いただいてるので、はい、そう言われてるうちはまだなと思いますけど、ね、そうですね、うん、だって私もこのローリングココナッツをやっぱりショップで気がついたのは多分ずいぶん前だと思うんですけど、迷子をねそのお店に行ってこうフリーペーパーなのでいただくタイミングってなかなかなくて、うんうん、あこの号は読めなかったとかっていうこともあって、あ、はいはい、多分すぐになくなっちゃうんだろうなっていう感じがしてたので、そうですね、おかげさまでも、うん、はい、そんな感じで、そうですよね、まあ、編集ライターとしてはこのローリングココナッツを編集されてますけれども、それ以外にもいろいろとウクレレの教則本とかも関わっていらっしゃいますか。そうですね、はい、最初がウクレレ CD 作りをさせていただいて、そうなんですね、まあ、それもプロデューサーって名前なのか、はい、プロデューサーっていうのかなっていうぐらいの感じなんですけど、まあ、企画をさせていただいてて、はいはい、でその中にあのウクレレジブリっていう作品があったんですよ、はいはい、でウクレレとジブリは合うなっていうのが、合いますね、もうちょっとその時にこう、これは楽譜を作るべきだと、はい、うん、で清志小林さんにお願いしまして、はい、それを一作目ですかね、はい、作ったところを、あの今でもあのロングセラーで、そうですね、で、はいはい、そこからいろいろもう数えきれないように作りましたかね。うん、ウクレレジブリは私もすごいあのサブスクでなんですけどものすごい聴いてた時期があったんです、うんうん、ウクレレ始めたての頃にまだ CD ですね、はい、ソロウクレレというのがどうやって弾かれてるのかもわからないぐらいの時代に、うん、はい、ウクレレでこんなこともできるんだなっていう感じで聴かせていただいてました。やっぱ習いたてはやっぱジブリの曲入ってきますからね、うん、そうですね、うん、はい、そうなんですよね、はい、習いたての方に聞いていただけたらいいですか ね、はい、今もねずっと練習し続けています。あの家に本がありまして愛用させていただいております。あの何年経ってもなかなか弾けるようにはなってないんですけどでもあの気がつくと開いてちょっと弾いて、うんうん、自分で気持ちよくなっているという、うん、あの割そんなに難しくないんですけど、はい、うん、味があるんですよ ね、 そうですね、まあ、曲がいいってのもあるんですけどね、多分そんな方たくさんいらっしゃるんじゃないかな、ね、と思いますね、はい、なんかちょうどねあのプロフィールをいただいた時に、はい、思い出に残ってる企画の一つとして、はい、だいぶこれは前のものなんだと思うんですけど、暮らしのウクレレ短編名曲集というのを作られているようなんですが、小ネタ集ですけど ね、これはどういった内容になるんでしょうか、はい、まあ一曲弾くのはなかなか大変じゃないですか、はい、でもなんていうんですかね、あの弾けるぞっていうところを見せたいときに、はいはい、例えばそうですね、持ってくればよかった内容忘れてますけどね、まあ、ちょっとネタ的に、この部分曲のこの部分を弾けばいいみたいな、はい、あそれすると暮らしの中で、うん、暮らしをこうなんですかね、彩るウクレレで、なるほどね、はい、そうなんですよね、これが2001年に出されてらっしゃるんですが、今もねその小ネタのウクレレの本っていろいろ出ていて、大小いろいろ出てるんですが、きっとこれがもうその走りだったんじゃないかなって思うんですよ。そうですね、他になかったです、ね、ですよね。だから例えばコマーシャルの一部分とか、はい、そういうのがちょっと弾けて、うんうん、ね、でここを弾いたらみんなもこう分かってくれてっていう、なんか弾けるぞみたいな感じの楽しさが味わえる本だったわけですよね。サザエさん、ね、そうですね、そうですよね、はい、そしてまたイラストがまたね、知り上がりことぶきさんという方のすごく可愛らしいイラストで、いやこれ本当ちょっと今度探して手に取ってみたいと思うんですが、知り上がりことぶきさんファンも結構いますよね、うん、いますよね、はいはい、これ図書館にある図書館にありますか、ある図書館もあるんですよ、本当ですか、それが嬉しいなと思って、いや嬉しいですね、はい、それは面白そうですね、まあ、すごい前に絶版です、うん、そうなんですね、はい、じゃあ図書館狙いでいきますかね、そうですね、図書館でちょっと、はい、ぜひ見てみたいと思います、はい、ね、そんな楽しい企画もされていて、ね、そしてツアノさんは、はい、今日もねスタジオまで自転車で来ていただいたんですけれども、はい、自転車も乗られていらっしゃる、
はい、はい、趣味の一つとしてチームもあるんですね。チームが、うん、チームウクレレサイクルっていうのがですね、まあ生きがいですかね。あ、生きがいですね。いいですね。で、どんな走りをされるんですかってさっきお伺いしたら、一番苦しいところ行ってらっしゃるようで、ね、この近くのね。さん、はい、そうですね。この辺ってことですか。あ、いえいえ、あの、あ、走ってらっしゃるレース、レースはあのヒルクライムレースって言いまして、はい、うんうん、まあ峠を登るレースなんですよね。はい、そうですね。一番過酷な、そうなんですね。一番過酷、うん、そうですね。まあきついですね、うん。きついけど面白い。どんなに行っても峠峠ってやつですか。ずっと登りです。まああの分かりやすいところで言うと富士山。あ、富士山。24キロ。なるほどね。すごいですよね。ね、いや考えられませんが。でもその自転車に乗られるきっかけは清志郎さんとは別ですか。清志郎さんもね、ありますよね、ライブでも清志郎さんがこう自転車を持ってこられて、ステージで乗られてたりしたのは、そんなに好きじゃなかったんですよね。まあそこで自転車、うん、ロードバイクっていうのを認識してたんですけど、はいはい、だから影響されたのかなっていうのはちょっとわからないですけど。そうですか。まあ、でも潜在意識のどこかにそこであったかもしれないですね。ですね、でもいろいろと趣味もお持ちで、はい、素晴らしいですね。では今日ね、はい、2曲目のリクエスト曲おかけしたいと思います、はい、やはり今回のローリングココナッツで特集のインタビューとなっております清作さんの曲をおかけしたいと思います、はいはい、小さな恋の歌。お届けしましたのは清作さんで小さな恋の歌でした。素敵な曲ですね、はい、なんかうっとり しながら聴かせていただき、はい、今ね、はい、ちょうどメッセージいただきました、はい、お願いします。はい、ゆかぽんさんからです。ローリングココナッツ、いつも南阿佐ヶ谷のウクレレバードでもらって読んでいます。インタビュー記事が面白いです。楽譜も嬉しいです。清志郎モデルのウクレレ、荻窪のアルカフェというライブカフェにあって何度か弾いたことがあります。ユニークですごいインパクトですよねってメッセージいただきました。 ありがとうございます。ゆかぽんさん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あの長くウクレレをしている方は、うん、より一層今日ね、ツワノさんのお話がふんふんっていう感じ で、ね、お楽しみいただけてるんじゃないかと思いますね、はいはい、今もね、清作さんのこの曲もフルコーラスで聞かせていただきまして、私たちちょっと聞き入っちゃって送りを言いそびれそうになりましたが素晴らしい曲でした。はい、ツワノさん、これからなんですけれども、はいはい、ローリングココナッツこれから続けていくにあたりどんなことを考えていらっしゃいますか。あんまり考えてないんですけど100号にだんだん近づいてきたんですよね、はい、で その時には何かしたいなと思ってるんですけど、はい、なるほど、ちょっとギネスに挑戦してみるかなとか。そうですね、素敵。いや、今冗談ですけど冗談ですか。でも今88まで、88までなんですね、うん、はい、でもこんなに続いてるウクレレの出版物ってないと思うので、すで、にギネスじゃないかなと思うんですけど、すでにね、そうなんですね、ちょっとその辺は調べてないってことですね、まだ。あ、でも、うん、多分ないですよね。じゃあもうすでにギネスは、でもどうやって登録すればいいんだろうっていうのを調べなきゃいけないなそうですね、はい、とか、うん、ですかね。そうですね、あの私たちも今ね、本当にアマチュアなんですけれども、ウクレレを使ってウクレレカバーズ2020というアルバムを作ろうということでレコーディングを今やってるところなんですよ、はい、 そうなんです、はい、それでね、もしよかったらそのアルバムのこともこの紙面のどこかに小さく載せていただけたら嬉しいななんて話をね、はい、さっきさせていただいていました。はい、うん、次号で、次号で、ぜひ次号でよろしくお願いいたします。はい、あの、あとね、本当にツワノさんの方から、あの今このアーティスト紹介したいななんていう方もいらっしゃいましたら、はい、私たちの番組ね、本当にウクレレたくさんご紹介していきたいので、はい、ぜひ私たちに紹介していただけますか、そんな方も。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、今日は
ローリンココナッツの、編集発行をされていらっしゃいます津和野千里さんにお越しいただきました。津和野さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや楽しいお話が聞けました。はい、なんか、うん、かなりレアなお話もいっぱい飛び交ってましたけれどもね、うん、そうなんですよ。あの私たちの周り、はい、意外と清志郎さん好きな方多いじゃないですか。多いんですよね。だからそういう皆様にもとってもなんか嬉しい、そうです ね、はいはい、内容だったんではないかと思います、ね、そう私たちね本当に勝手に思ってたんですけど、はい、私たちの番組でもこのローリングココナッツさんの内容でね何か皆様にお伝えしたいイベントとかがあったら、はい、放送内でご紹介できたら、はい、ウクレレ大好きな皆様にねいろんな情報が伝わっていいんじゃないかなって思ってるんですよ ね、 す、 ね、はい、すごくあの情報もたくさん出てる、うん、アニオフリーシーなので ね、はい、ご紹介していきたいと思います、はい、思っております。はい、いや楽しかった。そしてね、はい、今日はこの16時台最後におかけする曲なんですけれども、はい、先週ちょうど9月1日、ええ、Zoom の方でオンラインでゲストに出ていただきましたが、進次郎さんはアルバムを、はいはい、ファーストアルバムを配信で出されたんですね、はい、そのアルバムについてちょっとご紹介してもいいでしょうか。はい、お願いいたします。はい、アルバムはですねオリジナル曲とあとちょうどですね今日の話題にぴったりなんですが清志郎さんのカバー曲が入っております。はい、はい、進次郎さんも清志郎さん大好きなんで ね、私たちいつもね、はい、話してますけれども、ね、はい、この、ね、カバーアルバムを作るにあたって、うん、はい、まあ、許諾申請をね清志郎さんの事務所に、出されるということで、はい、あの書類を出すのもちょっと緊張したなんて話もね言ってましたよね聞きましたけれども、うん、よかった降りたい方みたいなね、そう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 報告もいただきましたが、ね、はい、そうなんですよ、はい、から渾身の進次郎さんは本当は今年の春からゴーゴー進次郎としてツアーをスタートさせる予定だったんですよね、はい、ええ、でもコロナのことがありましてなかなかそれができずに、そんな中、配信でアルバムを出されましたので、はい、その曲をご紹介したいと思います、はい、進次郎さんの進次郎の中からカバー曲でトランジスタラジオ、ハニーオンベリーのウクレレドキ。時刻は5時を回りました。引き続きハニオンベリーのウクレレ時でお楽しみいただきたいと思います。それではここで狛江市のお天気をお知らせいたします。今日はお昼には34度まで気温が上がり蒸し暑い一日となりましたが、うん、ちょっと風はあるんですけどね。そうですね、台風の影響でね、うん、こちらの方まで風が割と強め吹いてましたね。そうですね、はい、でも時々急に雨や雷が落ちたりしますので、うん、はい、夕方以降もお出かけの皆様は十分雷に注意してお出かけいただきたいと思います。はいはい、では運行情報ですね、今日も小田急線京王線ともに平常通り運行しております。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせです。 ASP.AID ASP.AID はクラシック ASP の保守・管理・運用・設計・再構築・機能拡張・不具合修正などを行います。 IISアクティブサーバーページスのプロフェッショナルがあなたのレガシーシステムを無期限にがっちりサポートいたします。例えばこのシステム配置外で担当者不在、誰もメンテナンスができない、システム開発会社に作ってもらったシステム現在その会社がない、メンテナンスを誰に相談したらよいかわからないシステムがある、ドキュメントすらない、こんな経験はありませんか。そんな方は今すぐ ASP.AID で検索。クラウド化やスマホ対策、新しいデザインへのリニューアルにも対応可能です。古き資産を最大限に活用いたしましょう。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせでした。
では今日は後半にもゲストさんをお招きしております、はい、ご紹介させていただきましょう。わらあち作家の土屋美穂さんです。美穂さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、今わらあち作家って私ご紹介しましたけれども、はい、わらあちってなんだかきっと分かってない方もたくさんいらっしゃると思います、はいはいはい、じゃあ美穂ちゃん、簡単に自己紹介と、はいはい、わらあちって何っていうのを教えていただけますか。はい、土屋美穂と申します。私は裸足が大好きで、それでこう裸足に一番近い靴って言われてたり、自分自身もそう感じてる、わらあちというサンダルを作っています。わらあちっていうのはメキシコの山岳民族のララムリ族、タラウマラ族とも呼ばれてるんですけど、うんうん、その彼らが履いてるサンダルなんです、うん、はい、ということは山の中も行けるってことですね、サンダルで。ま、そうですね、走る民と呼ばれている人たちなので、それで走ってるんですけど、でも慣れてない方がちょっとそのサンダルで走るとほぼ裸足なので、はい、やっぱりちょっと、ね、はい、危険なので、最初は歩いたりちょっと、ね、安全な場所をちょっと走ったり、はい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 、の方が。そうですね、美穂さんは今まで何人ぐらいの方にこのわらあちマンサンダルをレクチャーされてきたんですか。今だいたい130人ぐらい、はい、作らせていただきました。そして今日私たちも実は放送前にね、はい、ワークショップ受けさせていただいたんですよね、はい、とっても簡単に作れるんですね、ま、ちょっと今日は早めに早めにね、はい、ちょっと私たちね、美穂ちゃんの力をたくさん借りてるので、はい、そういうことですね。そういうことです。はい、でも簡単です、覚えれば誰でも作れますので、うんうんうん、はい、自分でサンダルが作れちゃうって ね想像もしないことだったので、そうですね、うん、私たち実はもう今日の放送は2時間ずっとサンダルのままです。サンダルのままです。ほぼ裸足な感じですよね。そうなんですよ、はい、でも気持ちいいですよね、うん、気持ちいい、はいはい、うん、いやこれちょっと走ってみたいな、ね、私。そう、かなちゃん走ってみて走ってみて感想を聞かせてほしいわ。分かった、うん、はい。ね、わらあちとマンサンダル、一番最初に美穂ちゃんがわらあちと出会ったのはいつ頃ですか。はい、わらあちと出会ったのは2年前なんですけど、はい、こうパッと見て本当にピピッときて、あ、かわいいなって、しかもこうサンダルなのに走れるっていうことにすごくこうときめいて、はい、作りに行ったんですけど、うんうんうん、それで自分自身が履いてみたら、うん、本当に気持ちよかったんですよね。それでその機能性とかで体がこう整って、うん、はい、なんかこう大地のエネルギーがこうぐんぐん自分の中に入っていったり、そのやっぱり今までスニーカー履いた時の感触とは全然違って、はい、こう足が自由になって喜んでるっていうのをすごく感じて、はい、もう毎日のように用事がなくてもわらあちが履きたくてこう外に行ってるぐらいすごい好きになっちゃって、はい、それから履いてます、うん、今ね美穂ちゃんのお話を聞いてて、はい、私本当に家に公園、家の近くに公園があるんですけど、はいはい、わらあちを履いてちょっと公園に行きたいなって思いましたほぼ裸足な感じで、はい、ね、そうですね、歩いて、うん、その土の感触とか感じたら、うん、確かにその体が整ってくるって美穂ちゃん言ってたけど、うん、はい、ね、うん、それはすごくありそうな気がしますね、うん、今どうしても人工的なものに包まれて生活してるもんね、うん、そうですね、いろんな意味でね、はい、こう、まあ、履く薬とも言われてて、うん、このわらあちとかその、まあ、今日お二人に作らせていただいたのはマンサンダルの方なんですけど、わらあちとの一番の差、違いは何ですか。そうです、わらあちは割と、まあ、山岳民族、本当にこう山岳のこう中を走る、はい、ゴツゴツした中を走る人たち、うんうん、でララムリ族の女性がこう、うん、山岳のウルトラマラソンっていう世界のマラソンで優勝されたんですね、はいはい、スカートとこのサンダルで、それでとっても有名になって、はいはい、クロックスからもワラッチっていうシリーズが出てるぐらいなんですけど、はいはいはい、でもこの基本的にキュッと締めるんですやっぱり、うん、で、うんうん、はい、ね、彼らはタイヤと革紐でサンダル作ってらっしゃるんですけど、はい、毎回締めてるんですね、こう走るたび、はい、紐を解き直して、でそれでやっぱり締めてちょっときつくするんですけど、うん、こうマンサンダルは、はい、このボーントゥーランっていうララムリ族を
ちょっと取材した本を読んだ坂田満さんという日本人の方が、そのボーントゥーランを読んでこう裸足ランに目覚めて、その、より裸足に近いサンダルをというので開発されたのがこうマンサンダルなんですけど、コンセプトがゆるふわりんっていう、まさにそんな感じですよ、まとうように履くというサンダルで、本当に裸足に近いサンダルで、こう、まあ、私も去年、わらちを最初作ってたんですけど、今特にこう最初の一足目はマンサンダルをおすすめしていて、とっても履き心地がいいですね。はい、脱げそうで脱げないですね。脱げそうで脱げない、本当に不思議な、ね、不思議な感じなんです。魔法みたいな、はい、そうなんです。なんか本当にゆるふわりんがそのまんまだなっていう気がして、ね、はい、今気持ちいいなと思いながら放送していますけれども、そのね、自分でやっぱり気に入ったワラアーチを今度は皆さんにも作ってもらおうって思われたわけですよね。そうですね、はい、まあ、自分が履いてて、やっぱりとっても気持ちいいので、たくさんの人に履いてほしいなって気持ちもあったんですけど、その履いていてこう言われるんですよね、これいいねって、どうしたのとか、みほちゃんが履いているのを見て、そうですね、それでその作ってほしいって、そのスーパーで買い物をしてた時に、こうちょっとがたいのいい男性に声をかけられて、素敵なサンダル履いてるねって言われて、その方ご近所だったので、作ってほしいっていうので作りに行かせていただいたら、私の家の近く東海大学があるんですけど、そこでこう教授を、体育の教授をやってらっしゃる方で、やっぱり体専門にやってらっしゃる方、オリンピック選手も施術されてる方で、もう一目でこれは本当に体幹が整っていいっていうので、それで作らせていただいて、愛用していただいて、やっぱりその体のプロの方、私は見た目からだったんです、可愛いとときめくっていうので入ったんですけど、こう体の本当に接骨院の方とか、あとセラピスト施術師の方とかも、もう見て作ってほしいってらっしゃる方が多いので、だからその私作らせていただく方、その、まあ、見た目から来て可愛いっていうので来てくださる方と、本当に体のプロの方と両方の方たちが、まあ、他にもいっぱいいらっしゃいますけど、いろんな方が本当に来てくださるので、すごいこう本当にサンダル、裸足より裸足が本当にとっても気持ちいいので、すごい裸足に近いサンダルで、こう皆さんが元気になっていくのが、とっても私も嬉しいですし、はい、なんか不思議ですよね、よくね、今はほら靴もさ、すごくこう足をこうなんていうのかな、まあ、いろんなものを守るために割とこうガードがハードだったものとかもありますけれども、それでこうランナーとかだって、ソールをすごく、ね、気にしたりとか、今いろいろ ね、オリンピックが始まる前にいろいろやってたじゃないですか、そうじゃなくてそもそも裸足がいいんでしょっていう、ね、そうなんですよ、ね、足算じゃなくて引き算、なるほどね、その本当引いていくことで、もうよりやっぱ自分にありのままに近づくというか、ありのままのパワーってすごいと思うんですよね、だからそれをどんどん引き出していく力が、こうサンダルとしてはこうやっぱりこういう形の親指に力が入って、まあ、旅職人さんの ね、こう旅とかもそうですけど、やっぱりこうそこに力を入れて、こう丹田とかもお腹とかもキュッと力が入って整う感じが、体以外にもこう精神的にも安定感がありますし、そういう感じ、やっぱり実体験として感じているので、あとね、さっきちょっと聞いたんだけど、履物が自分をこうそこへ連れてってくれるっていう話がさっき あったじゃない。いいこと言うなと思って、みほちゃんはやっぱりそれを自分で感じる出来事があったかしら。 あったどんなお話しかな、まあ、まあ、たくさん作ってて、やっぱりその履くもので気持ちって変わるなっていうのがあったんですね、それで私鬼滅の刃が好きで、その主人公の炭治郎っていう子がいるんですけど、炭治郎のわらちを作ったんですよ、視察隊の黒、ソールが黒 で、で羽織の緑と黒のこう、ロープで、あとチャームを作ったりして、でそれを履いたら、すごい炭治郎になれたんですよね自分が、それでそのなんかその炭治郎ならこの時こう、勇気を出してここは一歩進めるとか、その普段の自分
よりもこう、うん、その履いたもののイメージでこう、うん、選択が変わったっていう経験があって、でもそれはなんか今の自分を否定してそこにイメージを乗せるのではあんまりうまくいかなくて、本当に今の自分をと一緒に寄り添いながら、はい、さらにそこにこう今の自分が進みたいとか、うん、希望とかそういうものを履き物に乗せると、そこに本当に歩いてる時にそこの道に連れてってもらえるというか、自分一人で頑張ってどうにかするっていう、こう力もあるんですけど、こう何かいろんな自分じゃないこうまあ履き物もそうだし、地球の力みたいなのが一緒にこう手助けしてくれるような形でこう自分をそこに歩ませてくれる、今ここに到着しながらその理想というか自分の持ってる道にこう連れてってもらえるような感覚がすごくあって、それでそれに気づいてから、あのワークショップでも今日お二人にもこうイメージ、はい、サンダルの、はい、イメージを最後、あの聞かせていただいたんですけど、その、そうですね、これを履いてどこに行きたいですか、はいはいはい、うん、それを履いた時の自分の気持ちとか、こう聞かせていただいたんですけど、それをそのワークショップの中でも取り入れるようになったら、やっぱりその後にこれを履いた時に、後にすごいクリエイティブにこう芸術家の方、ちょっとアーティストさんとかなりましたとか、そのこれはちょっとあのはっきりっていうか、その効果があったかどうか分かんないんですけど、はい、仕事が新しい仕事が見つかりましたとか新しい、はい、新しい仕事へとなんかサンダルが導いてくれたので、まあ、ありのままの自分で行くみたいなことを込めた方が、すぐそのなんか仕事が新しい仕事つきたいっておっしゃってて、見つかりましたって報告があったりとか、はい、素晴らしいですね。でも多分それはその人の、あの決意、決めたっていうその意図を、意図を込めた、意図を込めて決めたっていう決意がきっとそこに運んでくれるパワーもあるので、そういうことですよね。からでもそこに向き合う、ちょっと時間が持てる、そのワークショップの中でサンダルを作ることを通して自分自身と向き合う時間も、あ、持てるなって、まあ、全てにおいてそうなんですけど、持てるなって、はい、思いました。いいです ね、なんか美穂ちゃんのワークショップが人気なのがすごくわかりますので、ありがとうございます。あの美穂ちゃんは YouTube もね、ちょっと動画を上げてるんだよね、はい、このわらあちをやっぱり紹介するっていう意味で、わらあちがおしゃべりする動画を上げてて、はいはい、私それをね見た時からいや美穂ちゃんラジオに来てほしいなってずっと思ってたの。なんかあれはもう突然わらあちが、喋りたいって言い出しちゃった、言い出したでしょ、ね、いやこれね、で私と思って、なんか恥ずかしいと思ったんですけど、なんかやっぱわらあちが喋りたいって言うから、喋りたいってだでもね、わらあちね喋るのすごくね、はい、絵になってる、はい、あの YouTube の中で、はい、もう本当私はわらあちと喋りたいなって思ったの で今日美穂ちゃんをゲストにお呼びして、はい、嬉しいですね。私ってほら、あの、アテレコやりたいからね。そうなの、そうなの、いろんなものにね、そういろんなものを喋らせたいんだけど、そうまだやってないんだけどね。そうなのよ。でも今日私たちはちょっとこのサンダルにはまだ表立って何も動かしてはいないんですけど、やっぱり今この時代ね、すごく私たちのお友達でもハワイに住んでる方がいらっしゃって、いろんなハワイの実情をお伺いする中で、ハワイが大好きな私たちが何かできないかなっていう話をしてるの。それでね、ハワイ大好きって私は行ったことはないんだけど、すごくハワイがいいとこだっていうのをみんなから聞いてるから、やっぱりそのハワイが観光で成り立たなかったら、何かこちらからも助けてあげることってできないのかなっていうことを考えてて、だから今回私たちこのマンサンダルにはそんな思いを込めて作ってみました。このサンダルを履いてハワイに行くぞ、ハワイを助けるぞと、そうなのどうなるか分かりませんけれども、まあね、あの言ってみて、やってみてっていうね、ところからだと思うので、でも言うことって大切じゃない？はい、そうですね、言葉にするのって本当に、そう、それはすごく感じています、でね、今日ほら、美穂ちゃんは可愛いところから入ったっていう話だったんですけれども、今日持ってきていただいた、ここにね、マンサンダルにつける紐、
あのたくさんいろんな紐があって迷うって言いながらね、はい、あの選んだ私たちはなんかお揃いのものを選んで、ね、そうでした左右違う色の赤とちょっと、ねはい、2人で同じものを手に取ってたからすごいなと思って、もうこれはやっぱりね、うん、あの左右ちょっと左右を変えてでソールは変えてね、はい、ソール違いで作ってみましたが、あえてちょっと変えてみたところをいくつか用意して、2人の双子力が、すごいなっていつも思うんですけど、今世じゃないところでね、うん、多分つながってるのかなって思う時はあります、ね、はい、びっくりします、うんね、でもこうほんとトントン叩いて作ったりとか、うん、チョークを使ったりこう切ったり、うんはいはい、楽しいよね、はい、あの子供たちが本当にやっぱり喜ぶんですよね、うん、でその夏休みの自由研究で作ってくれた子もいて、うんはい、でやっぱりその子供の時にこう自分の身につけるものを自分で作る力とか作る体験があるって、うん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 、その後の本当生きる、うん生きる中で活力になるよね、はい、体験としてすごい貴重になるし、うん、その裸足に慣れていくってその足を自由 に、うん、にこう解放してあげるのを子供時代にこう慣れていったらいいなと思って、うんはい、お子さんと一緒に作るのもすごく楽しいし、うんいいねはい、ちょうどね本当8月中はこのこまらじでもね、助けてこまらじ先生って言って自由研究の提案をするコーナーをやってたの、うんはい、その時に美穂ちゃんの子供もう笑いちとマスターする、ね、紹介してあげられたらよかった ね靴を自分で作るってすごいかないですよね、うんはいはい、発想がなかなか、うん、まあね、布造りとかもありますけど、うん、あるけどね、はい、でもあの作る工程がちょっとやっぱり穴を開けたりとか、うん、紐を通したりとかまずソールを切るじゃない、うんうん、作ってる靴を作ってるっていう感じがすごくすると思う、うんうんはいうん、足型取ってね足型取って、ねはい、もう自分の足型で、はい、作れるの で、うん、でその自分の 足型を見る機会もなかなかないじゃないですか、こんな足をしてるんだでその1ヶ月ぐらい履いた後にまた測ると変わってるんですよね、足型もそうなの、はい、そうなんです、うん、足って、まあ、そんな大幅には変わらないですけど、うんうんうん、ちょっとやっぱあの前履いてた靴が入らなくなったとか、うん、そういうのは、はい、鍛えられますね、鍛えられるのかな、でもそうですね、そうだね、自由に開くんじゃ、うんうん、開いてそのここ大地を掴む、掴むこれちょっと、ね、見えないですけど 今ね指をね指の指をこうちょっとこう掴む感じにしています、はい、私たち、はいはい、うんでもそうよね、うん、そうだよねきっとね、うんうん、毎日の履物を変えるだけでやっぱ違ってくるよね、うんはい、あのお家の中でもこう、うんうん、マンサンダルとかワラアーチをワークショップで作って、うんはい、そのままおいち履いてお家に帰られた方がもう足がポカポカしてすごい気持ちいいので、それをサンダルを洗って、はい、そのまま部屋履きにリモートワークが多い方だったので、部屋履きにして、はいはい、それで履いてらして2足目作りに来て、うん、あの冬の間とかも、はい、あの5本指靴下とか足靴下で、はい、これを履けばいいんだね、はい、お部屋の中でもこう、うんスリッパよりも気持ちいい、確かにね、確かにね、私今足の裏から本当にあったかくなってるの、あ本当、うんうん、ただ履いてるだけなの歩いていないのに薬です、すごいね、すごいね、はい、へえ、面白いな、でもね足の裏はねいっぱい刺激した方がいいって言いますもんね、そうですよね、よくそれは聞きますよね、ツボもいっぱいありますし、うん、あと毛穴も大きいんで、うん、あのよくアーシングとかで、はい、裸足に、そうですね、裸足になるのいいって言いますよね、本当地球の微生物たちとこう、うんうん混ざり合うというか足の筋もこう仲良くなれるのでるそういうことすごい脱ぎやすいのですぐアーシングできるんですよ、はい、本当にこう歩いててちょっと公園とかでも、うんうんではいはいね、後でちょっとこの写真をね私たちのブログにご紹介しておきたいと思いますが、はい、本当にすぐに脱ぎ履きができて、はい、きこのマンサンダルに限ってはね、うんうんはい本当にこの紐だけで大丈夫なんだろうかってちょっとね一瞬不安ですけど、うん、最初は脱げちゃうんじゃないかって思うんですけど、でもなんか全然脱げない、うん、その危うさを裏切ります、不思議何それって感じ、私もマンサンダル本当にこう出会って、はい、こうマンさんあの坂田さんに教えていただいて、はいうんうん、もうすごいなと思って本当に研究されてる方なんですもうはい、だってこのさ結び方とかもやっぱりほらきつくなく、うん、そうなんです、でも締め付けなくでも脱げないみたいな、はい、そうですよね、私いくらこう紐もっとなやっぱワラアーチを作っていく中でこういろんな改善点が見つかってなんとかならないのかなと思った時にこう友人つながりでこうマンサンダルにしてやってですごいなと思います、本当この結び方は、うんはい、
でね、あの、うん、女子が大好きな感じでこうチャームをつけてみたいよね。私はチャームを、はい、こうやっぱ女子そうだね、キラキラ可愛く、ね、気分が上がるのがワンポイントがあると、ね、自分のマンサンダルとか自分のワラアチだって分かるし、マークにもなりますからね、マークにもなるしいいですよね、まあ、あの本当のマンサンダルは何もつけないんですけど、はい、やっぱりランナーさんとか走る人、はいはいはい、それがちょっと邪魔になっちゃう、まあはい、そうなんです、うんうん、なので私のワークショップではこう結構チャームを揃えて、うん、お好きなのを、うん、可愛くね、はい、選んでもらってますワンポイントでね、はい、なかなか楽しいワークショップですよ、うん、これは、ね、はい、ね、今日あのこれからも今美穂ちゃんはこのコロナ禍の中、はい、オンラインでもワークショップされてるんですよね、はいはい、オンラインでもあのリクエストがありましたので、はいはい、やっぱりこれからオンラインでも必要なんだなと思って、うんうん、もうオンラインで始めてます、うん、はい、その場合は材料は事前に送って差し上げるのかしら、はい、私がその足の大きさと、はい、あと、うん、ソールの色と紐の色を聞いてもう私がカットしてその状態を送らせていただいて、うん、それで一緒にズームで編み方と、はい、あとちょっといろんなレクチャーを、はい、させていただいてます。なるほど、じゃあキットが届くわけですね、はい、キットが届きます、うん、いいですね、はい、あのトントンけた穴も開いちゃってる、はい、穴も開けてもう全部いい、やっぱりちょっと道具が必要なんです ね、穴を開けたりこうするのって、なので私がもう事前に全部、まあ、いろいろ考えてそれが一番落ち着くなって、その時はその受けられる方は足のサイズはこう写してもらうの、いや写さないです、やっぱり何センチっていうので、はい、聞いて、あ、そっかそっか、はい、で大体な感じで、大体そうですね、うん、全く同じぴったりじゃなくて、うん、まあ履いていただいて分かると思うんです、うん、ちょっとあの緩めとかでも大丈夫なんですね、ズレがあっても、はい、まあ、でもそもそもさ、あの、うん、中敷きみたいなものはあるわけですから、ね、普通にね、はい、何センチぐらいみたいな感じのね、はい、そうだよね、そうです、それで、うん、はい、送って、そうですね、だって大体な感じで私たちだってぐるぐるぐるって足の周り、その通りです、あの鉛筆で書いて緻密にかたどったわけではないので、そうそうそう、ジョギジョギジョギって切っただけなのでね、はい、うんうん、そんな神経質になる感じでもない、うん、そうだ ね、ところがまたいいですね、でも、はい、でもやっぱり自分の足型作るのがまあベストなんですけど、うんうんうん、どうしてもちょっとオンラインだとそれがそうですよね、はい、できないので、はいはいはい、でもオンラインでも受けられるっていうのはありがたいですね、ね、いいですね、はい、ぜひ皆さんね、はい、あのリンクを貼っておきますので、はい、美穂ちゃんへの連絡先ご紹介しておきたいと思います、はいはい、それではここで美穂ちゃんからいただいたリクエスト曲をおかけしたいと思います、はい、夏川りみさんでなだそうそう、お届けしましたのは夏川りみさんでなだそうそうでした、ね、それではここで、はい、美穂さんにねメッセージが届いてますのでご紹介させてください。はい、はい、ハニベリのゆりさん、かなさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。コマラジサポーター27番ウクレレ時サポーター2番のアメちゃんです。アメちゃん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。美穂さんからマンサンダルは対面でワークショップしていただき、作りながら楽しくお話ししながら作っていき、ワラーチはオンラインでワークショップをしていただきました。オンラインでは不吉祥な自分にも分かりやすく説明してもらいながら作らせていただきました。どちらもテーマを決めて作りました。履く前にそのテーマを意識して履いています。ちなみにマンサンダルは虹の架け橋、マラーチは与える愛です。 おかげさまで裸足の気持ちよさを知ることができました。ありがとうございました。アメちゃんからいただきました。アメちゃん、ありがとうございます。アメさんはね、見かけによらず、はい、ね、すごい素敵な方。アメ、ね、ちゃんは今回の私たちの、ね、カモンレコーズ、うん、ウクレレカバーズ2020にも参加してくださってるんですけど、うん、レコーディングの日もねマンサンダル履いてきたの。そうなんですね、はい、私たち あのフェイスブックページに、はい、アメちゃんが履いてたやつって言って、可愛いなと思ってレコーディングの時見てたんです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。嬉しい。皆さんの目に留まっています、うん、はい、ね、いろいろ思いを込めるサンダルって、ね、いいね、はい、本当ね、うん、サンダルがね行きたい場所に連れてってくれるなんて、うん、なんて素敵なキャッチコピー、うん、よくそういうことって言うよね、うん、やっぱりだから靴ってとっても大切でって、はい、なんか何かのお話でも、はい、やっぱり女の子がその靴でどこどこに連れてってもらえるっていうような、うん、靴を題材にしたお話もたくさんあるから、うん、はい、
やっぱり大切なんだろうな。そうですよね、本当にこう自分と靴との関係性の中にこういろんなものが発見できるかなって、なるほどね、はい、自分がどう関わっていくのかっていう生き方とか、まあね、確かにね、私マラソンを始めた時に、うん、まあ、そんなにね、フルマラソンまだ走ってない時に、はい、みんなにソールにね、うん、寄せ書きしてもらったの。あ、へー、靴の中に入れるソールに、うん、みんなと一緒に一歩ずつ一歩ずつっていうね、うんうんうん、ゴールにつけていってみたいな感じでね、それ今思い出しました。いいね、うん、足の裏からじわじわみんなに応援されてる感じ、うん、すごい支えられてる感じするよね。そうですよね、そう、靴のソールですもんね、うん、そうそう、ソールにね、にみんなに書いてもらったの。ごめんねソールで酔ってないから大丈夫。でもそういう応援ってこう本当に力強いと思います、うんうんうん、だからこの美穂ちゃんの、ね、ワークショップ参加した皆さんがいろんな夢をこのワラーチやマンサンダルに託して、ね、ね、うんうん、はい、生活されてるって考えると夢がありますね、はい、いいですね、はい、私たちね、美穂ちゃんとハニベリが知り合ったのは、やっぱりウクレレつながりでした ね、はい、何年前ぐらいになるのかな、3年前ぐらい、うん、さっちゃんのね、あれです、最初が一番、うん、私たちがぐっとこう近づけたのは、うんうん、3年前ですかね、今はアメリカに住んでるパン屋のさっちゃんが、はい、パン屋さんのオブラディオブラディ オブラディオブラダっていう曲をね、替え歌にして作って、うん、それをみんなで演奏した動画を撮りたいのっていうのを、うんうん、Facebook でさっちゃんが書いてたの、はい、そうなんですよね、うん、でそれをね、かなちゃんがパッと見つけて、はい、やろうよって、そう、やろうよって言ってそこからバーッと呼びかけて、はい、みんな何人だったんだろう、何人なんですかね、分かんない、すごい30人ぐらい、もっといたんじゃないの、もっといたかな、もっといたと思う、うん、40人ぐらいいたのかな、うんうんうん、みんなで演奏して、はい、そして最後にメロンパンを食べるという、そう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 、あのさっちゃんが焼いてくれた、さっちゃんとさっちゃんの働いていたパン屋さんの皆さんが焼いてくれたメロンパンを食べるっていう企画をやって、その動画を撮ったんだよね、うん、そこで初めて私はお二人を発見して、うんうん、そうだったんだね、すごいやっぱこうコカナさんはこういろんな動画をもうくる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 こう、まあ、こうそれはゆりちゃんじゃない、ゆりさんがこう動画を撮ってたのね、本当に素早く、うん、動きがすごい素早かったんですよ、うん、でいろんな角度からこう、うん、こう撮影されててすごいなと思って、うん、それでカナさんはもう本当にまとめて仕切ってくださって、こう、そうだよね、ここっていうポイントでちゃんとこうポンと、うん、はい、やってくださって、あれは本当に忘れられない、うん、ね、日だったね、あの日ね、でも本当さっちゃんもゆりかなさんに本当に支えてもらったって言ってて、ね、はい、本当によかったです、よかったです、はい、言ってました、うん、本当あれはね、あの日出会った人たちって今もねすごく深く付き合わせていただいてる方が多いんですよ、うん、そういう出会いってありますよね、うん、本当にだからあの日があったから今こうやって美穂ちゃんにも来てもらえてるし、本当本当、美穂ちゃんは去年のやおえかももたくさん参加してくれたんだね、はい、 はい、ありがとうございました、ありがとうございましたね、ヤングステージに立つことなんて本当にないもんね、うん、本当にそうです、あと楽屋にやっぱ行けたのが、うん、そうだよね、はい、すごいやっぱり、なんかおーって感じで、そう、楽屋は嬉しかったです、楽屋は、うん、じゃあ4に立ってた、うん、アーティストさんでなんかこう見る側で行ったこととかあったの、日比谷ヤン、あります、うん、でも、はい、あのレゲエのミュージシャンでした、うん、はい、外国人の方で、はい、うんうん、それで行ったことあります、うんうん、でもなんかその人もいたんだと思うと、そうよ、はい、いろんな方がなんかそう思うとちょっと嬉しくなっちゃうよね、うん、そうなんですよね、でも今ね私たちはその八百家門の後、今度はそこからまたちょっと一歩踏み出して、うんうん、ウクレレでカバーズ2020というカバーアルバムを作る企画を今進めてるんですけど、うんうん、もうだいぶねレコーディングも終わってきてね、うん、アメちゃんもそれこそ無事に終わりましたし、うん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 、だいぶ26組いるのかな、うん、だからね2枚組になるの、すごいすごいでしょ、楽しみですそうなんですよ、すごい、あと6人ぐらいになるのかな、うん、あと残るな、そうなんですよね、うんうんうん、さ
最初はねそんなに申し込んでくださる方がいないと思って私たち企画していたの、まあ、10人ぐらいで1枚だな、うん、みたいなさ実は10人集まらないと1枚にならないかなぐらいに思っててそうそう、うん、一生懸命宣伝していたのね、そしたらね宣伝しすぎちゃったんだそうなの嬉しい悩み本当に嬉しい悩みで蓋を開けてみたらもう25人超えてて、うんうん、びっくりしたねもうこの辺でやめといてって社長に言われそうなのでもあの私たちのこの番組もそうなんですけど、うん、豊作プロジェクトのね、うん、CEO の秋田さんが、はい、なんと太っ腹にねもうせっかくみんな参加してくれたからもうその CD2 枚組で加えてやっぱりちゃんとねあのアーティスト写真の載ってるリーフレットつけようよって言ってくれて、うん、そうなんですよ、うん、ウクレットタイプでつけてついちゃうんですよすごいね豪華な写真がこの木の豪華な形でできる予定なんですよ、はい、そうなんですよ、はい、先ほどねおかけしました、はい、ナダ早々はミホちゃん探した時にウクレレバージョンなくてっておっしゃってたけど、うん、今回は実は私たちのアルバムにはカバーでナダ早々が入ります、うん、そうなんですね、はい、ウクレレ全部ウクレレでカバーされてるので聞き応えはすごくあると思います、うん、ウクレレファンの皆様は、はい、しかもねたびたびお話が出ますけれども、はい、ユカポンって言ってね、手もウクレレの上手な方が、うん、参加してくれてそうなんです、うん、伴奏にお手伝いをいただいてるので、はい、ウクレレの音色もねきっとお楽しみいただけるんではないかと思っています。それではここでちょっと一曲お届けしましょう、はい、いきますか。私たちのこのウクレレ時、はい、番組の最初にねジングルって流してるんですが、はい、そのジングルは実はちゃんと一曲の曲になっておりまして、そうなんです、はい、ね、オープニングにかけてるのはちょっとね、うん、コマラジバージョンになってるんですよね。そうなんですよ、はい、これはまだね題名が決まっていなくてね一応ハニベリのテーマ曲とはなってるんですが、はいはい、今絶賛曲名タイトル募集中なんです、はい、美穂ちゃんもなんかいいの思いついたら教えてください、はいはい、教えてください、ね、はい、お願いいたします、はい、ではお聞きいただきましょう、ハニオンベリーでハニベリのテーマです。お届けしましたのはハニオンベリーでハニベリのテーマカッコカリでした。カッコカリ、皆様タイトルぜひお寄せください、ね、はい、うん、ね、楽しみにしておりますので、はいはい、今日はねわらあち作家の美穂ちゃんには、うん、もう最後までお付き合いいただこうと思っております、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、ウクレレカバーズね今進捗状況少しお話ししましたが、はいはい、今度の週末が、うん、地方組の皆さんがね、はい、東京に来てレコーディングなんですよ。そうなんです、うん、佐賀県と、はい、愛知県 と、あと宮城県仙台から、すごい、うん、だから本当はね、うん、地方からの皆さんももっとねいっぱいいろんな人に声をかけてたんですよ、うん、でもやっぱりこうどうやってレコーディングするのかなみたいな感じでちょっとね、はい、まだね、きちんとしたものが決まってない段階ではあった時だったので、うん、なんですが、まあ、そんな中やりたいですっていうふうに手を挙げてくださった方が、うん、いらして、ね、
でずっとオンラインでボーカルレッスンを受けてて、そうなんですよ、川上二郎さんね、はい、オンラインでレッスン受けてくださって、はい、そして満を持して、はい、今度の週末来てくださるんです。日本各地からそうなんですよ。で私たちねこの後かけるんですけど、うん、やっぱり川上二郎さんがこのウクレレカバーズ2020の参加してるみんなで何か一曲歌いたいねっていうことで、うんうんうん、曲をね書いてくださったんですね。曲を書いてくださって、うん、でかなちゃんが詞をそれにつけまして、そうすごいでしょ。そうなんです。日本人のテーマソングも二郎さん作曲の、うん、私作詞、はい、そうなんですよ、はい、今回も歌も二郎さん作曲、私が作詞みたいな感じでね、コラボさせていただいてるんです。でそれをね12日にみんなでまた第2弾でレコーディングするんですね。イメージとしては、はい、We Are The World あるじゃない、はい、うん、みんなそれぞれ歌ってるじゃない、ああいう映像も撮りつつの一体感のある、そうなんですよ、みんなに一節ずつ歌ってもらって、はい、それがギュッとまとまるっていう流れになってるの。そうなんですよ、そうなんですよ。しかも2バージョンあるの、うん、そうなんです、はい、なんてメンバーがいっぱいいるでしょ2枚組なので、それぞれ違う人がこうね、うん、それぞれの場所を歌ってっていう形で作ってるのね、はい、そうなのよ。あれもまた楽しみです、はいはい、そうなんです、はい、じゃあせっかくね話題に出ましたので、はい、お聞きいただきたいと思います、うん、はい、今はまだ皆さんの声ではなくって、ちょっとボーカルになってるのはかなちゃんと二郎さんと、あとハモリで私が入ったり、はい、秋田社長がちょっと愛の手を入れてます、愛の手を入れたりっていうバージョンなんですが、はい、まだね、まだ未発表曲ではありますが、はいはい、お聴きいただきたいと思います、はいはい、ウクレレカバーズ2020の中に収録予定の曲です。ヘイソング。さあみんなで走ってごらん、あの坂越えた海へごらん、ヘイ、hey! ウクレレとサーフボード持って自転車ぐんぐんこいでいこう、ララランドカンと花火でウクレレパーティーナウ、ラララン、スカッとビールでグイングイシェイキンナウ、ラララン、シャキッと早起きウクレレパーティーナウ、ラララン、くるっと輪になりグイングイシェイキンナウ。お届けしましたのはウクレレカバーズ2020に収録いたしますヘイソングでした。
楽しい曲なんです、はい、これ、ね、みおちゃんもぜひ覚えて歌ってください、はい、すごいウキウキするようなそうでしょ、はい、先ほどからですね聞いてくださってる、はい、コマラジサポーターのひろめさんから、はいはい、みおちゃん炭治郎になったのねって、ぜひぜひ作ってみたいですってコメントいただいております、ね、ありがとうございます。もうすぐあれじゃない、はい、いっぱいお問い合わせ来ちゃうんじゃない、ね、来ちゃいますね、はい、きっと、うん、はい、今日はねみおちゃんには最後までねお付き合いいただこうと思っております、はい、このね、はい、あ、ごめんなさいね、ウクレレカバーズのこのヘイソングはまあたびたびね、はい、かけていこうと思いますのでね、皆さんぜひ覚えてね、一緒に歌ってください、ね、歌ってくださいね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、はい、じゃあここでね告知をいろいろとお届けしたいと思います、はい、はい、お願いします。まず私たちのこのねウクレレ時で毎週エンディングにかけさせていただいているデイジードブユキさんのレレハッピーデーなんですが、はいはい、そのデイジードブユキさん7月の11日金曜日に配信でイベントをなさいます、はい、実際のイベントは長野の松本で行われているんですが、はいはい、うん、オンラインでも参加できるイベントとなっております、はい、ワークショップとあとライブがついているイベントなので、うん、うん、はい、ぜひねデイのドブさんのレッスン受けてみたいという方がいらっしゃいましたら、ネットの方にね載せておきますのでお申し込みいただきたいと思います、はい、そしてドブさんは9月の27日につくばのビビでイベントをなさいます、はい、イベントに参加されます、はい、こちらは9月の27日の、13時から入場無料です、デイジードブユキさんとウクレレファミリーデイジードブユキズウクレレファミリーでウクレレ演奏をされて、アケミーズアロハフラという方たちがフラダンスをされるというフラとウクレレちっちゃな秋フェスというのが開催されます、はい、こちら、オープンエアのところなんですよね。そうなんですよ、はい、屋外なんですけども、うんうん、屋根がついてるので、はい、濡れずに見ることができて、うん、でオープンなので、はいはい、いろんな意味で安心な場所となっております。そうですね、はい、これ筑波駅から、ね、徒歩5分ぐらいすぐ近くなので、うんうん、はい、ぜひ皆様ご興味ありましたらチェックしてみてください、はい、お出かけください、はいはい、そして私たちね3月にずっとご紹介しておりましたが、はい、道草キッズさんの10周年記念コンサート、こちらは3月20日から9月の21日に延期になっておりました、はい、ところが、この延期になりましたけれどももう無観客でやることになりました9月21日は、はい、うん、でその日は無観客で行って、録画をしておいて改めて9月の27日にプレミアム上映ということで YouTube の方で配信される予定になっておりますので、はい、ぜひ皆様ね道草キッズの YouTube チャンネル登録しておいてください、はい、よろしくお願いいたします。超うまいキッズたちがそうなんですよ弾いてくれちゃうので、もうびっくりするよ、本当に上手なの。もう未来のウクレレ芸能界の皆様ってそうなもうすでにね本当に今もプロの方の、まあ、オープン、ね、うんうん、ステージ務められたりとか、うん、オープニングアクトとか、ね、そうオープニングアクトとかもされてる皆さんなんだけど、本当、うんうん、ねみんなやっぱりでも本当は3月に ね大きなステージでやらせてあげたかったけど、ね、逆にオンラインで YouTube で配信することで、うん、その日つくばには来られなかった、茨城には来られなかった皆さんにも聞いていただけるんじゃないかっていうことで ね、そうですね、世界中に配信されるわけですね、そうなんですよ、ね、はい、はい、それはまたそれでいいんじゃないかなって、うん、一生残る思い出になるんではないかと思います、はいはいはい、あとはですね私たちのいつもお世話になっている吉澤美幸さんの気まぐれ猫ちゃんズポストカードブックの塗り絵ですね、はい、こちらは絶賛発売中です、はい、これはねポストカード形式で片方には色のついたポストカード、うんうん、その反対側に塗り絵になっていて、はい、つい先日もね塗り絵を塗ってかじるるさんが送ってくださいましたが、もうすごい可愛いの、うん、もしよかったらハニベレのウクレレ時にぜひ塗り絵を塗って送ってください。そうですね、ポストカードを使って、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、あとそのみゆきさんつながりでね、知り合った方なんですが、はい、ひろこ新井さんの個展が現在、伊藤屋さんの方で行われております、はい、銀座伊藤屋慶伊藤屋の地下1階で開催されております、はい、光の風景イタリアということでイタリアに魅せられてその光あふれる風景を描き続ける新井ひろこさんの個展が開催されています。9月の15日まで開催です、はいはい、お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。はい、はい、以上インフォメーションでした。はい、ありがとうございます、うん、はい、
ウクレレカバーズの話になりますけれども、はい、もう今週たくさん、はい、レコーディングをまたして、そうですね、もう本当にあと、うん、何組かになってきたので、オーラスが私たちなので、そうなんです、うん、ハニオンベリーまだね、レコーディングしてないんですよ、まだなんですよ、これ最後の最後なんです、まだ鳥のレッスン中ですよ、はい、本当よく言えば鳥、鳥鳥です。あの、私たちどっちかっていうと裏方の仕事をしていて、自分たちのことは後回し後回しっていう感じなので、自分たちのレコーディングも決まってなかったという気がついたらね、そんな状況だったの、あ、ここ入れときますみたいな感じで、そうなんだよね、まあ、オーラスになってしまったんですが、はい、うん、ね、皆さんの仕上がりぶりをずっと見てきたので、うん、いやちょっと気合い入ってますよ、うん、はい、そうなんですよ、うん、はい、でレッスンもね、いよいよ私のレッスンも佳境に入ってまいりまして、そうですね、はい、あの新宿ボーカルスクールのね、はい、校長の川上二郎さんのもと、はい、まあ、3ヶ月ぐらいですかね、あ、うん、2ヶ月ぐらいかな、私たちね、曲がなかなか決まらなかったんですよ、そうなんですよ、許諾が下りなくて、うん、なので曲が決まるのも遅かったので、うん、そうそう、あのレッスン開始も遅かったんですけれども、うん、いよいよ私たちのレコーディングも近づいてまいりましたので、はいはい、そうですね、なんか気迫を感じます、そうですね、2人がすごい頑張りたいと思います、頑張りたいと思います、ちょっとねアレンジがねすごくね変わってるの、そうなの、そうなの、なのでね、私も全然原曲とはかなり違うアレンジで今回やっているので、うん、あの、ま、地声全くなしな雰囲気でね、うん、お楽しみに聞いていただけたらな、今までにない感じで、今までにないです、そんな感じなんですよ、新しいハニベリー、そうなんですね、楽しみにしておいてる、で自分でハードル上げてるんでしょ、はい、さあ今日もこのデイジー・ドブユキさんのレレハッピーデーに乗せまして、今週お誕生日を迎える皆様にお祝いをお届けしたいと思います、はい、今日9月8日あきこちゃんお誕生日おめでとうございます、そして私の甥っ子なんですがひろくんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、そしてひーちゃんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、小豆島のみきちゃんお誕生日おめでとうございます、小豆島この前来ました、ね、そうだよね、あ、そっかそっか、大好きな、そしてタニレレさんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、村井香織さんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、はい、ゆか滝島さんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、9月9日ちいこさんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、林拓夫さんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、9月の10日佐藤直美さんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、9月の11日重原さとしさんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、そして徳島のわかめちゃんお誕生日おめでとうございます、はい、おめでとうございます、9月の12日北海道のかまちゃん、あ、かまちゃん、はい、かまちゃんお誕生日おめでとうございます、9月の13日えいちゃんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、9月の14日すーちゃんお誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、今週もたくさんの皆さんにお祝いをお届けいたしました、みこちゃん呼ばれたことあったっけ、お誕生日いつだったっけ、5月31ですけど、じゃあ呼んでるはず、呼んでると思う、でも嬉しいですよね、うん、こんな風に呼んでられると、もしねお友達のお誕生日が近かったら、うん、はい、私たちにメッセージを送っていただければ、はいはい、番組の最後でご紹介させていただきます、はい、はい、来週のゲストさんなんですが、はいはい、バイオリニストの小池博之さんをお迎えいたします、はい、小池さんはね、あの小池ストリングスというストリングスチームの、まあ、バンマスさんなんですけれども、うん、皆さんよくご存知の相棒の、はい、音楽をやってらっしゃるストリングスグループの方なんですよ、はい、以前ね、はい、広岡香織さんもそうなんですが、はい、同じ小池ストリングスのメンバーなんですけど、はい、そのバンマスの小池博之さんをお招きいたします、うんうん、ね、ちょうどその翌日、放送日の翌日が小池ストリングスさんのコンサートなんですよ、うんうんうん、だからぜひね、その放送を聞いて翌日聞いていただけたらなと思います、うん、相棒の、ね、コンサートも私もいつも行きたいなと思いながらも、あ、いつもねチケット買いそびれちゃうんですよ、そうなんです、はい、そんなゲストにお迎えいたします、どうぞお楽しみになさってください、うん、その次の週ですね、はい、9月の22日は、はい、ウクレレカバーズのメンバーがお越しいただけるんですよね、はい、その予定にしております、はい、今日は後半のゲストにわらあち作家の土屋美穂さんをお招きしてお届けいたしました、美穂ちゃんありがとうございました、美穂ちゃんありがとうございました、楽しかったです、はい、また来てね、また来てください、ありがとうございます、はい、この放送は豊作プロジェクトの公演でハニオンベリーのゆりとかながお届けいたしました。
ハニオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から17時55分までの生放送です。番組へのメッセージリクエストをお待ちしております。それでは来週もウクレレ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。ありがとうございました。